ミスミ治は映画監督。代表作は、勝慎太郎を主演に起用した、ザ・トウシリーズや市川雷蔵主演の、県産部作に、眠り京四郎シリーズ、若山富三郎を主役に据えた、映画版、小連れ狼シリーズなど。神戸の海運業者の父親と、京都の芸儀の母親との間に、娼婦の子として、京都市に生まれる。神戸市出生との説もあり、 成人するまで母親に一度も会うことなく育った。立命館大学専門部長が卒業後、日活京都撮影所に助監督として入社。1942年に招集され、満州へ配属される。戦後の1947年までシベリアで抑留生活を送り、そこでの過酷な経験や人間観察が自身の屈折した老いたちと、 相まって、後の作風を形作ることとなった。福音後は大英に席を置き、伊藤大輔松田定治、絹笠定之ケらに指示した。監督デビュー作は、丹下左前、コケ猿の壺。田中徳造、池広和夫とともに、大英三馬ガラスと称され、前世時の大英京都撮影賞を支える、主力監督として、プログラムピクチャーを撮り続ける。 また国産初の7 0ミリ映画、釈迦の監督も務めた。大英当産後は、映像京都の立ち上げに参加して、テレビシリーズを手掛ける傍ら、勝ちプロイコール大英京都撮影所で数本の劇場用作品を完成させる。初の他社撮影所での劇場映画、狼よ落日おきれを完成させ、必殺仕置き屋家業第13話、 一筆形状過去が見えたの演出を務めていたが、撮影中に病院に運ばれ、1975年9月24日、肝臓癌の試し去、同作品が最後の演出となった。54歳没。酒は全く足しなまなかった。座頭誌シリーズや、県三部作、眠り京志郎シリーズなどの作品により、時代劇の巨匠監督の地位を得た。 また、若山富三郎を主役に据えた映画版、小連れ狼における鮮烈な殺人シーンなどは、クエンティン・タランティーノや、サムライミにも大きな影響を与えたとされる。座頭市地獄旅ロケシーン。右上が、ミスミケンジ。中央下は、勝ツ・太郎。著作者表記別。ありがとうございます。